High school. My battle. Radio Kansai 558K. High school. My battle.ラジオ関西ディレクターのセッキーです。高校生マイクバトルはラジオ関西が高校生を対象に毎年行っているコンテスト。マイクを使う作品なら何でも OK です。ラジオドラマやドキュメンタリー、ラジオパーソナリティ、音楽、お笑い、朗読、声優などなど、あなたがマイクを使ったパフォーマンスをいろいろと送ってきてください。からしれんこんです。今年は僕たちが高校生マイクバトルの応援団長として盛り上げます。はい、どんな作品が来るのか今から楽しみです。より良い作品を作るためにこの後の動画を見て勉強してくださいね。どういうこと？さて、4回目の今回はフェードアウトの仕方、前回勉強しましたよね。それを DAW の中でやってみましょう。 DAW 上のフェードアウトの仕方っていうのを勉強していきましょうね。 DAW、 パソコンの編集ソフト、とても便利ですよね。でも皆さんはそこでフェードアウトするときに、おそらく線を下げるだけっていうので使ってると思うんです。そうではなく、一回フェーダーのウィンドウを出して、それをマウスで操作してみましょう。こうすることによって、実際にフェーダーを持ってるかのような感覚で、フェードアウト、フェードイン、BGM レベル、様々なことができます。人がやるのと機械的に作ってあげるっていうのは違いますので、人の微妙な感覚っていうのをマウスを使って再現してあげます。では実際にどんな感じか見てみましょう。わかりましたか？こんな風に DAW 上でもマウスを使ってミキサーを使ってるように操作することができるんです。皆さんもやってみてくださいね。さあ、今回の動画はいかがでしたか？高校生マイクバトルでは皆さんの参加をお待ちしています。詳しくはラジオ関西のホームページの中の高校生マイクバトルのページをご覧ください。スイーツクッキング講習動画はこれからも、いや載ってないそんな、はい、マイクバトルです。高校生マイクバトル講習動画はこれからもアップしていきますので、ご登録お願いします。間違えました。ハイスクール、ハイスクール、マイバトル、マイバトル、レディオ関西558K、ハイスクール、マイバトル。